およそ500メートル先、左方向です。こんにちは、中翔です。ということで、本日は本栖湖の周りを走っています。秋もだいぶ深まってきて、紅葉も少しずつ見頃になってきました。左方向です。だいぶ寝る時も寒くはなってきましたが、やっぱり景色が非常に綺麗な季節になってきました。ということで、ここを曲がるとゆるキャンの聖地、港湾キャンプ場へ到着です。今見えてきているトイレがゆるキャンの第1話で有名になったトイレですね。ここはキャンプ場のトイレではないので、キャンプ中は使わないんですけど、キャンプする人にとっては非常に有名なトイレになっていると思います。港湾キャンプ場は予約時に時間を決めるんですが、その時間にならないと入れません。ちょうどこの日は15時半受付ということで、遅めのスタートになります。富士山ちょっと隠れてますね。3時半に来たんですけど、この時間に来て湖畔の場所取れるかなって不安だったんですが、ちょうどこうやって下見に行ったら一箇所空いてて、最前列の、しかもトイレとかにも近いいい場所取ることができました。設営開始です。今回の動画かなり短くなっちゃってるんですけど、実は編集してる時に素材の動画かなり消しちゃってて、操作ミスなんですけど、今回道具紹介とか、まだキャンプ始めて3ヶ月目入るぐらいなんですけど、ほとんど基本的にはホームセンターとかアマゾンで買い揃えた安いものを中心にやってるんですが、その初心者なりの、最初こういう感じで道具揃えていきましたよみたいな紹介を撮ってたんですけど、そういう素材も消えちゃったりしててできないので、次回のキャンプではちょっと道具紹介なんかもさせてもらえればと思います。奥にカヌーしてる人が見えますね。本当この本栖湖気持ちいいところで、富士山に向かってカヌーを漕ぐみたいなことができるので、私もカヌー今回持ってきてるんですけど、この設営終わった後にちょっと休憩しようかなと思ったら爆睡しちゃってて、起きたらもうカヌーができるような時間じゃなかったので、今回カヌーはやっておりません。またこういう湖の近くとか来た時にカヌーやりたいなと思います。と今回2つ隣のグループが、若い男の人3人みたいな感じのグループだったんですけど、そこが夜通しバカ騒ぎしてて、この日とても風が強かったんですが、風の爆風の音かバカ騒ぎの音が一晩中響いてるという散々なキャンプになっちゃいました。もうこれも運なので、人気のキャンプ場に来るとどうしてもいろんな人が来てしまうので、できれば10時とか過ぎたら静かめに会話とかしてもらえるとありがたいんですが、この日は夜中までずっと騒がしい風か声のキャンプでした。
ということで、テントの方も設営完了です。少しだけこの港湾キャンプ場の設備の部分を紹介します。坂上がってきて林間サイトのところにあるのが洗い場ですね。ここに自動販売機と売店。売店はここじゃなくて上の受付のところにしかない日もあるんですが、売店とトイレ、それとシャワーという形になってます。基本的にここしか一箇所しかないので、みんなここを利用する形になります。さあ、宴の準備に取り掛かっていきます。道具紹介の中で唯一残ってた寝袋の紹介ですね。基本的に私が使ってる道具、安めのものが多いんですが、唯一高価なものがこのナンガの寝袋になります。やっぱ寝るっていうこと、寝具周り重要なので、他はまあある程度安いものでもいいかなと思ったんですが、寒くて寝れないになるとキャンプ自体が嫌な思い出になっちゃうんじゃないかなと思ったんで、ここだけはちょっとお金をかけていいものを準備しました。ナンガのオーロラライト800かな、3点別注のやつですね。これは本当にあったかいです。ちなみにこの日風がめちゃくちゃ強かったんですが、この後収納しているあの袋飛ばされていって探したんですけど見つかりませんでした。この日本のマークがついているのは、ナンガでも海外で作ってるものと国内で作ってるものがあるんですが、国内でちゃんと作ってますよっていうものになります。それとストーブの上にあるファンですね。これも今回のニューグッズです。ストーブのあったかい風を送ってくれると。で、これ電源不要で、このストーブの上に行くとストーブの熱の力でファンが回ります。で、首も振ってくれるので熱風がテント中をこう巡ってくれる感じですね。本日の一品目、お刺身、ホタテのお刺身とブリのお刺身です。最近日本酒にハマってて、この日もスーパーで買ってきた日本酒飲んでるんですけど、これも非常に美味しかったです。で、二品目はいつもの卓上コンロで焼き鳥を焼いて食べました。で、ここら辺あたりから火を見てほしいんですけど、風が強くなってきて、もうこの焼き鳥3本食べ終わった頃には火を消して撤収するような感じになりました。テントを閉め切って、テントの中でこの後は過ごしていきます。テント内の様子ですね。もう風がすごいことになっちゃってて、もう焚き火してても危ないので幕内に突っ込んだんですが、今回から入れたストーブファンのおかげでテントの中は相当暑くて、夜中汗かいて起きちゃうぐらい。その時温度見たら外は7度だったんですけど、幕内はもう暑くて
寝袋の中から出ちゃうような状況だったので、このレインボーストーブ最初は全然ダメかなと思ったんですけど、いい感じでした。そんなこんなで朝になります。風もある程度収まって、本当富士山綺麗でした。雪がだいぶ深まってて、富士山の姿といったらやっぱり白い部分があった方がより一層迫力が増すというか、ザ・富士山みたいな感じでかっこよかったですね。で、天気のいい日にこうやってキャンプ場入ってくるとこういう景色になるんですよ。木々を抜けたらバーンと目の前に富士山が見えると。本当にこのキャンプ場景色が綺麗で、ここ逆さ富士、風がなければ湖面に富士山が映って逆さ富士になって、千円札の逆さ富士あると思うんですが、それのモデルになっているのがここ本栖湖です。ということで、今回先ほども言ったんですが、動画の素材かなり消しちゃったので早々にキャンプ終了です。ある程度撤収して、この日レイトチェックアウトだったので、あと 2,3 時間ぐらいのんびりしてから帰ろうかなと思ってたんですが、カップルがやってきて、ここ空きますかって言われちゃって、いやもうちょっとゆっくりするんですって言ったら、みたいな感じのこと言われちゃって、俺が悪いのかな、5時までお金払ってるから5時までいようと思ったんですけど、なんか最後もなんだかなっていう感じのラストになっちゃいました。ということで、かなり短めな動画になっちゃったんですが、次回はしっかり動画撮ってきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。中翔でした。